リンダ・ムジーは、イギリスの映画監督、脚本家。1969年12月5日、スコットランド・グラスゴーで生まれる。1995年に、英国国立映画テレビ学校を卒業。同学校の卒業制作の短編映画、スモール・デスズは1996年の第49回カンヌ国際映画祭の短編部門で上映され、審査員賞を受賞。 1998年の短編、ガスマンも第51回カンヌ国際映画祭で短編部門の審査委員賞を受賞。英国アカデミー賞の短編映画賞にもノミネートされた。1999年、初の長編、僕と空と麦畑を発表。第52回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映されたほか、シカゴ国際映画祭シルバー、ヒューゴ賞。 ロンドン映画批評家協会賞監督賞を受賞。英国アカデミー賞でも新人賞にあたるカール・フォアマン賞を受賞した。2002年のモーヴァンも第55回カンヌ国際映画サイユース賞、サンセバスティアン国際映画祭、国際映画批評家連盟賞、ロサンゼルス映画批評家協会賞ニュージェネレーション賞など多数の賞を受賞した。2011年、 9年ぶりとなる長編、少年は残酷な弓を射るを発表。ライオネル・シュライバーの同名小説を映画化した本作は第64回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、無冠に終わったものの概ね高い評価を受けた。その他、第65回英国アカデミー賞では、監督賞、主演女優賞、英国作品賞にノミネートされ、 第24回ヨーロッパ映画賞では、ティルダス・ウィントンが女優賞を受賞した。2012年、ハーマン・メルビルの小説、白芸の舞台を宇宙に置き換えた SF 映画、メビウスの制作をラムジーが計画していることが報じられた。2013年、ナタリー・ポートマンが主演する、西部劇、JN を監督する予定だったが、撮影初日にこのプロジェクトから降板した。また、 同年には第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の審査員に選出された。ありがとうございます。